싸나. 와라 잡아라 때 머리가 돼 머리가 돼. 이미 빨아들 1984年、ドラフト5位でドラゴンズに入団。しかし、当初、周囲の評価は決して高いものではなかった。転機は、プロ5年目、アメリカ新ウェイの野球留学。ここで、後に恩師としたことになるアイク・イクハラ氏から熱い手ほどきを受け、投手としての基礎を作った。あそこが本当にまず原点だったかなと。あそこの出会いがなければというふうに、今思いますね。帰国後チームに合流するとアメリカで身につけたスプリングボールを武器にプロ初勝利。そこから5連勝と勝ち星を積み重ね自信をつけた。すると93年からは2年連続で最多勝のタイトルを獲得。順調なプロ生活を送り始めたものの、95年、左膝を故障し、手術。この時、プロ野球選手の平均引退年齢を上回る30歳だった。しかし、ここでも、その後の野球人生に大きな影響を及ぼす人物と出会う。鳥取の小山先生に会ってからですね、変えることは、怖いことじゃないということに気づいて、変えることは進化することなんだと、いうふうに自分で捉えれるようになりました。考え方を変え、トレーニング方法の見直しを図ったことで、それまでの常識を覆し、30歳以降も衰えるどころか投手陣の中心として走り続けた。圧巻は40歳を超えてから41歳1ヶ月でノーヒットノーランを達成すると、42歳11ヶ月で200勝投手に、そして49歳で勝ち星を挙げるなど、次々と最年長記録を塗り替え、球団のレジェンドと呼ばれるようになった。ピッチャー山本2015年9月26日に引退を発表され、昨シーズン
10月7日の最終戦、広島戦に先発し、32年間の現役生活に異議を打ちました。通算成績は581試合に登板、219勝165敗です。ここで山本昌選手に様々な贈呈です。まずはじめに岩瀬仁紀選手、お願いします。続きまして、谷繁元信監督、お願いします。続きまして、鈴木孝正 OB 会長、お願いします。そして長年にわたり山本昌選手のトレーニングを支え続けた株式会社ワールドウィングエンタープライズ、
皆様にいつも助けていただきました。本当に幸せな野球人生だったと思います。私は昨年で引退をしましたが、また野球をしっかり勉強して、いつの日かまたユニフォームを着て戻ってきたいと思っています。またその時は山本正弘、山本正夫、ご声援の方よろしくお願いします。本当に世界で一番幸せなプロ野球選手でした。本当に32年間ありがとうございました。
ました。